明けですただいまゲストに参加してくださる方、番組を買ってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。CM バナースポンサー様のご紹介です。フィットネスインストラクターのチャーミ様、ペットサロンのウンピ様、シンガーソングライターのハイラ様、症状の症状が出始める、ペットの複合施設DC キャッスル様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげでヤジテレビが運営できております。買わないんだみたいなね。買わないよ、毎日だから。お、うん、あ、始まった。よし、皆さんこんにちはの時間、こんにちはのような、こんばんはのような、皆さん、あ、はい、太郎起きてるよ、ちゃんと今日は着座したからね、ちょっと起きてる。鼻つまむと大体起きる。よし、起きた。鼻水垂れそう。よし、ミラクル相談所古田さんのシャバの賢者の独り言、今日も始まりますよ。お願いしますよ。拍手、拍手ですよ。よし、はい、マイボトルには手作りの蛍光補水液が入ってますとリムリム先生に言われたら笑われました。賢者でございますよ。だって買うと高いでしょ。あ、高いよね。開けちゃうと何か日持ちしなさそうだしさ。ね、そうそうそう、ネットでねピコピコ調べるとね、簡単ですよ。そう、材料はお水とお砂糖と塩だけでよくて、そうそう、お水1リットルに対してお砂糖は大さじ2から、4と2分の1ぐらい、まあそこはね若干ばらつきが、好きにしろと甘さは。で、塩が、小さじ2分の1の分量で、あと水1リットル入れてウィーンって混ぜるだけ。味どんな感じ？なんかね、こう調べた情報によると体が脱水状態になってると甘く感じる、あとは美味しいって感じる。でももう、まあ、十分潤ってますよってなるとしょっぱいとか、あとまずいって感じやすい。大概ね甘く感じるんです私。そう、常に夏は脱水している賢者ですけどね、蛍光補水液を持ち歩くようになったらね、熱中症のね初期症状の頭痛とか、あと鼻が垂れる現象とかっていうのが全く出なくなったのでね、まあ自分の人体実験からね、ね、快適性を手に入れた。買わなくてもできるぞ。ネットで調べろ。文明の利器を使ってくれ。ね。すぐ乾くの。ここ暑いんだもんだって。サウナ、サウナ。そう。ということで、蛍光補水器ごくごくいきながら、今日も何か適当にフリートークになりますけど、今日のお題はどうしようかな。てて、はい、ーん。まあ、時事ネタなのか、コネクション、コネクション、コネクション、ほら、なんか闇営業で捕まった人、コネクションがなんとかかんとか言ってなかったっけ。あれ言ってたよね。コネクション、うん、うん、これやってると思う。コネクション、いや聞いたから、コネクションってほらピコンってね。ちょっと待っててよ。アンテナが。そう。こうね。そう。うん、これね。そうなの。磁石ペンなのですよ。コネクション、コネクション。今日はコネクションっていうお題で何か話す。話せと。指令が来ております。これ
ピコリン先ピコリン先から来てますのでね、じゃあコネクションっていうお題でまあなんか喋らないといけないからな、どうしようかな。あうん、なんかでも多分その金づる的な意味でのコネクションとかさ、みんなまあね、名刺交換するのだってコネ作りの一環なのでね、そんなの当たり前にやってもらってるし、まあどうでもいいんですよ、適当にやってくれそんな話は今日話すコネクションっていうね、そのつながりとか結びつき、ご縁とか言ったもの、なんかそっちのね、霊的な方の意味のコネクションの話題にしようと思うね。でお金とかね、人間関係の話にもまあつながらんことはないわけですよ。よくなんかね、袖触れ合うも多少の縁って、まあ袖がちょっとピロロンってなんだろう、行き交う人たちの中でちょっと当たったと、なんかそれっぽっちでもまあ前世とかそういう、まあ、未来世とか違う時代に生きてた時にご縁があったからこそ、まあ、こんなにたくさんいる人間の中でも本当にちょっと何の気なしの接触でも縁があるからこそそうなったんだよみたいな仏教語だったと思いますけどね、ね、あるんですね。で、まあないとは言い切れないんだけど、なんかね、意外にその縁とか、上司が多いのかな、そういうの夢見るの、なんか運命的な出会いとかさ特にね、まあ恋愛的な話でいくとね。でそれ以外でもなんか例えば何か物を買うとか言った時でもビビってきたとかね、なんかずっと探してたら突然、まあ、目の前に自分にドンピシャなものが回ってきたとかね、なんかそういった意味で人だけじゃなくて物とのご縁とかね、そういったものっていうのも、まあ、ピコンってきてある、まあそれも運命的な出会いといえば出会いなんですけどね。そういったものがまあ自分にとっていいか悪いかは別ですよ、悪いものっていうのも骨がちゃんとつながってるからそう来ちゃうのであってね。そうだね、だいたい人間が地球上で人間やりますってね、決めて人間として生まれた時にそういう見えない部分でのコネクション、まあ、そこでつながってるコネクションで、まあ、何ができるかっていうと、見えない方のコネクションっていうのは基本的には自分を成長させるために出会えるものに限られてる、まあ、運命の出会いでね、王子様が来たこともある人あるのであればね、それも自己成長のためにあらかじめ生まれる前に決めてきた、その王子様とね、ちょっと人間やるからさ、オタク来てよちゃんとっていい年頃の時に私ここにいるからってで OK ですよってあっちが言ってくれると、まあ出会えるって言ったっていうことっていうのは起こり得ます。ほぼほぼなんだろう、そういう見えない意味でのつながりっていうのは、そうだね、意外になんだろうな、構えてると、構えてるすごいね、これ絶対取ってやるぞみたいな勢いで見てる時って全然眼中に入ってないんですけど、逆にね、なんか楽にしてる、まあなんだろうな、サジを投げるじゃないけど、まあ楽にしている、さっきの緊張していると、やっぱ視野が狭まる、うん、っていうのとなんか似通ってるんだけど、緊張せずに、まあ来たら来たでね、いい、来なければ来なければ来なければいいやかもしれないけどね来なければ来ないでもよし、でもまあいずれにしろ来ても来なくてもちゃんと自分で自分を幸せにできるよっていう水準になってると、大体王子が来るんだ、ね、王子レベルの何かね、人じゃなくてもいいですよ別に、だからなんだ車でも時計でも何でもいいですよ、男の子が好きそんなものならね。ね、それこそじゃあ人脈的な意味でのコネクションっていうのも、まあどうですかね、異業種交流会とかものすごいねあると思うんですけど、
そこでやっぱり出会えるか、その自分の自己成長のためにつながるような人材に出会えるかどうかっていうのも、数打ち当たるっていうのも一つはあるんだけど、どっちかというと、自分がその、まあ、人脈っていうのに何を求めているのかっていうのが明らかになっていれば、必要な人っていうのを見分けられる。でもなんとなく行ってみよう、なんかいいことあるかもしれないとか、まあなんか面白いことあるかもしれないっていうスタンスだと、あんまり当たりにくいっていうのはある。これは何かものを選ぶときにはね、共通していることだと思うんですよ。まあ水筒をね、欲しいなって思いましたよって、例えばね、水筒買うぞって、蛍光補水液入れるやつ買うぞって例えば思って、水筒ないから水筒欲しいなって思って売り場に行きましたって。水筒売り場も今すごいね、種類が豊富でですね、本当にね、まあ、デザインもしっかりなんだけど、入る容量からね、値段まで本当にメーカーもピンキリなんですけどね。じゃあ今自分がどれぐらいの水筒が欲しいのか、まあ、容量どれぐらい欲しいのかな、1日どれぐらいあれば足りるのかしら、ね、値段はこれぐらいまでしかちょっと出せないわ。で、まあ、色とかデザインとかね、持ち具合、開ける、まあ、取っ手の具合とかっていうのも、まあ、いろいろね、各社ね、メーカーさんによっていろいろ、まあ、考えてくれてあるので、それぞれ、まあ、特色みたいなのがあると思うんですよね。で、何の気なしに行って不意に出会えるものっていうのももちろんあるんだけど、よりまあ自分に合ったものとコネをつないでいけるかっていうと、やっぱり自分が何が欲しいかっていうのを具体的に自分が知っていることがとても大事でございますよっていうことなんです。で、コネクションってそうやって見えない部分でつながっているものもあるんだけど、そういう霊的な、まあ意味のあるコネクション、自己成長に絶対につながるぞっていうコネクションっていうのは、日本人で言うと、1人当たり3本ぐらいしかない。3本、うん、多いか少ないか分かりませんよ。どのぐらいかよく分かんない。だからなんかいろいろな、まあ、つながりっていうのが日々日々あるわけじゃないですか。まあこうやってね、知らない人とヤッホーって初めて会うとかっていうのもね。つながりますね。そうそうそうね。ここで名前も知らんけど会っちゃったぞっていうのも、縁といえばね、コネといえばコネにつながるんだけどね。その中でも、まあなんとなく会っちゃったものと、そういう自己成長につながるぞっていう、まあ霊的な観点からすると重要性、非常に重大な、そこで出会っといてくれないと、出会ってそれね、そのコネを生かして自分につなげてもらわないと、卒業ができませんとね。人間として学んできてほしいことを学びきれずに、まあまたね、チーンってお亡くなりになった時に、一体私は何をしてきたんだとね、せっかく入学したのに小学1年生のままかとね。そう、まあ最低でもね、小学校はね、卒業してくれるぐらいをね、目指してほしいなっていうことで、そういう霊的なコネクションっていうのが、まあ、ちらほら用意されてる。で、そういう重要な人とかもの、まあ、タイミングだよね、に出会えるように、いろいろ、まあ、操作っていうのかな、手助けだよね、サポーターみたいなのもいろいろ入るんだけど、さっき言った通り、視野が狭くなっているね、肉体的に疲れてたって視野は絶対狭まりますよね。え、もう本当に疲れて目もあかん、肩も上がらん、歩けもしないって言って引きこもってたらね、ご縁はね、ほぼほぼないと思ってくださいね。もちろんね、こういうピコピコ使いながらでもね、会えるというか、つながれることはつながれるんだけど、霊的なコネクションに限っては、現物と出会うって言ったことが、大前提になってます。
うん、だからまあこれも現物かっていうとまあね仮想現実っちゃまあね半分現実かもしれないけど、実物、まあ実物に、ね、触れるような意味でのまあ出会い方をすることで自分の成長につながるよ。だからまあね肉体的にまあいろいろなね理由でね、あまあお家に引きこもらざるを得ない人もいると思うんですよ。まあ病気だったりねするとね、そんなホイホイすぐね明日起きれば治るとかっていうものばかりじゃないと思うのでね、ただやっぱりそうやって家にこもってしまうと出会えるものも出会えないまま、まあそうやってコネクションとして用意されたものっていうのも活かせないままで、これまあ自分の視点から今話してますけど、コネのつながってる先のね、例えばこの人と私はコネが霊的なコネがつながってたと、で仮に私がちょっとね、あ何らかのちょっと失敗かチョンボをしてお外に出られなくなりましたと、もう動けませんとなった時に、用意されたこの人ね、自分とお互いに生まれる前に頑張って小学校を卒業しようね、お互いの課題が分かってなかったらお互いにちゃんと指摘し合おうねって言って、あ生まれてきてくれた、ね、人じゃないかもしれませんよ、ものかもしれないし、まあね、状況とか環境だったりもするかもしれないんだけど、その相手っていうのはずっと待ちぼけですよ、ね、こっちとこっちがある程度同じように進んできたからこそ出会えるものも、どっちかがこうやって、あ遠いな、10年前だな、ね、10年前の私が通ってきたところ、まだこの人いるわって言った時に 10年待てるかしら、ね、結構待ちぼうけをね食らっている側っていうのもね、世の中には多いわけです。でそういう霊的なコネクションっていうのも、ほとんどがね活用されずにみんな人間を置いてってしまうっていうのが今ね非常に多い。ちょっと前まで、ちょっと前までって言っても、まあ、あっちから見てちょっとなので、何年ぐらいかな、数百年前ぐらいまでは、そういうコネクションっていうのはほとんど、使われてた。まあ 100% ね活用しきれるかどうかは別として、出会うっていうのはほとんどが果たされていた。で何らかのいい影響も悪い影響もお互いに与えたりもらったりしながら、成長するのにつなげていけていたっていうことなんですね。それがやっぱりまあどんどんね、今日は文明の利器がよく出てきますがね、文明がどんどんね進化するとかね、すればするほどなんかね、いろいろなものとの接点っていうのが遠くなっていく、ね、まあ、別に悪いわけじゃないですよ、とても助かってます私が、これがないと仕事ができないのでね本当にね、そうだけど、その人とか物との距離っていうのが実際に会うっていう前提ではなくなってきてるからこそ、そうやって霊的なコネクションっていうのはどんどん使われにくい方向にはなっている。だからまあね、闇営業の人がね、いろんなねコネクションどんどんつなげるために、まあ枝葉の先までどんどん、まあ、飯配ったのか会いに行ったのかはちょっと方法は分かりませんけど、そうやって出向くって言ったことね、誰かや何かに何を求めてかは別ですよ、もうそうやって自分で出ていく、まあ紹介してもらってね会うにしろ、うん、そうやって会っていくって言ったところのガッツっていうのかなそれはね、あのニュースでね、あの悪いところばっかりがねクローズアップされてますけど、そうやって自分で何かを探していくっていうね、自助努力とね言われるところはとてもね評価されている。まああっちのね霊的な方、特に人間の成長を本当に望んでくれている見えない人たちからすれば、彼がああいうふうに、まあ良くない話題ではあるんだけど、ニュースとして出てくれたことっていうのは、自分でそうやって出ていく必要性があるよって、本当に欲しいものが
その先にあるかどうかは別として、でも欲しいなって思ったら少しでも自分で動くことっていう、まあその大切さは行動力だよね、まあすごく評価されてて、実はああいうニュース、大きくなってるニュースなのでみんなが関心を持ってくれる。あでもまあね、あまあメディアの発信の仕方というか、まあ、各個人の捉え方もどっちかというと批判的というかネガティブなね意見感想ばかりがあるんだけど、そればっかりじゃないって言ったこともちょっとね、コネクションっていう言葉、彼のね影響でね、悪い意味で取られることって 多くなってしまうかもしれないんだけど、そうやってつなげていく先で、例えばね本当に欲しい水筒がわからないって言った時に闇雲に動くのね、あんまりまあ本当に欲しいものに当たりにくいよって言ったけど、そうやって自分の足で歩いているうちに本当に欲しいものっていうのが自分で分かってくるっていうのは ありえる、よくあるね。水筒をジプシーしてみたと、なんとなくこれいいから今回これ買っちゃおうみたいな感じでえいって買ってみた。で実際試してみたらここが不具合だわとかね、ここは好きだけどうーんっていうところがある、じゃあ次水筒売り場でこれの、まあ、良くない点がないもの、より自分好みのものを試してみようって言った時に、まあね自分の嫌いなものがもう分かったので同じものは選びにくいと思うんですよ、まあ、ちょっと目が閉じてるとね同じもの取っちゃうかもしれないんですけど、うん、でそうやって数打ち当たるって言ったこと、あまり推奨はされないんだけど、まあ、時間も金もね労力もかかりますからね、なるべく的を絞っていく方がより良いって推奨されてますけど、血迷っててよくわからんと自分のことが、そういった時は、球数を打てと、闇営業してくれた彼のように自分でどんどんコネクションを広げて自分が欲しいものっていうのを手繰り寄せる、自分のことを知るっていうきっかけに使ってもらえたら、コネクションっていうのは霊的な意味での重要性の高いものっていうのもヒットしやすい、つまり運命の出会いは自分でゲットできるっていうことでございますよ。いい？どう？いっぱい喋ったよ。あー疲れた。ほらまたね砂漠化してますよ。蛍光補水液調べてよ。うまい。よしということで、はい、コネクションどん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 自分で必要なものが欲しければつなげてっていってくださいね。運命の王子も自分で探すんだよ、待ってたって今夜死ねえよっていう話でございました。ということで今日のねシャバの賢者の独り言は終わりでございます。でね、18時からの番組はロバさんの番組かっこかりかっこかりになってますのでね、多分ねスーツのロバさんがいると思いますのでね、考えそっちでね、ここで考えるんでしょ、公開生こっちで考えるんだよね、公開生放送で番組名を決めますみたいなね、きっとそんな話になるかと思いますのでお楽しみに。そして私ね次回のね出演というかね、でここに来るのは8月6日火曜日の予定でございますので、そちらもお楽しみにお願いいたしますよ。あー暑くてね疲れちゃうんだよねそうもう終わるよ、あと2分だからね。ということでこの後も面白い番組が続きますので、チャンネルはぜひそのままでよろしくお願いいたします。では皆さんコネをどんどんつなげて自分の欲しいものをゲットしてくださいね。ということでいい？終わりでございますよ。さようなら。蛍光補水液飲んで夏を乗り切るよ私。疲れた。暑くて。そうね。よし終わった。よし。あ疲れた。うん。